わーナイス。今日初。おお当たった。完璧すぎたな。おお、ナイスバーディー。バーディね、北村プロアイアン変えられました。今年みんな水野の選手が使ってるやつですね。完璧じゃないこれ。来たかついに。おお。やっぱり入らない。やっぱりはいらない。伊沢プロはホールインワンはないんですか。あのマスターズのパー3コンテスト以外入ってない。あ、そうなんですね。パー3コンテスト2回入ってからね。そう、続けて。すごい。ちなみにザープロはアイアンは何を使われてるんですか。タイトリストマッスルバック6204です。はい、これ気に入ってます。何やその腐ったみたいな。腐った。ドラクエで出てきそうな敵で。腐ったしたいやん。笑わせてくれるわ。一撃で倒せる敵ですよね。あのちなみにワダプロアイアンは何使われてるんですか。マッスルバックですね。エイペックス。石川プロも使われてるやつですかね。あ、多分一緒ですね。わあ、もう腐ったフックのせいでもうイメージ悪かったよ、マジで。孔明さんも随分そのマッスル長いんじゃないですか。これもう2年、丸2年ぐらいかな。そうですよね。TR20B っていうアイアンですね。いやー、今伊沢プロ打たれたショット、うわ、もう本当に入らないの。キャリーで行きそうだった。マジかよ。すごい。ここに落ちてますもんね。あのちょっとね、ちっちゃくなって押されてる感本当ですね。あ、押されてる感があるけど。いや、すごいショットだった今のは。本当にこれ落ちて入んないとダメだろ。これどうあったんすか。これ当たったんすか。ちょっと当たったのかな。ポーンポンってきたんすかね。多分そうじゃない。止まりすぎじゃない。止まりすぎっすね。ちょっと当たってんのかもしれないね。いやもう45年ぐらい運が出るんだけど。アプローチ。あー、うまい。おあー、どうだどうだ。やば。うん、ナイスです。よいしょ。完璧。球が強い。もうここのネジが壊れるぐらいいじり回してる。こっち行ったり。よいしょ。よいしょ。ナイスです。しょ、でもさっきのホールインワン。まあまあ、でもスコアもトップですからね。スコアはトップ。皆さんトップ。ナイス。終わり。
だやろこれは。これは確実死んだやろ。和田プロちょっとお辞儀しちゃいました。左にこういう左がダメなところってどういうイメージで打つんですか。逆に左からフェードのイメージ。あーわーしょお前。一流の一流の一流の望みよ。ナイスバーディナイスです。右の林方向ですね。よいしょ。ねじったねじった完璧じゃん。完璧。おー飛んでる飛んでるねじったさあ和田プロ最初オーラーかっ飛ばしてください。フックフックフック。あでもこっちのコースじゃない。わあ素晴らしい。まあ一緒です。いやーいい球だったこれが伊沢さんの強烈でしたね、セカンドショットが。ラフからスライスかかってましたからね。すごいとこから打ってくるな。来ました。ナイス。ナイスショー。弱くねえか。おー、いったよこれ。おー、惜しい。64、はい、64 8バーディーの多い。あたす、あ満足でございます。でもホールインワンだけそうだね、多いから。あとはいいな、負けたよ。コメさんもね、6アンダーですか。ワンボギーあるから。いやー、伊沢先生の壁はやっぱり高いですね。今日高かったね。高かったですね。足が痛いとかどうのこうの言うけど今日はちょっと厳しいかもなんて言ってたのが嘘のような。おー、ナイスバーディー。ナイスバーディー。ありがとうございました。お疲れ様でした。今日のプライベートラウンドは伊沢プロの大勝利ということで。ありがとうございます。
いやすごい。パターは大事よ。10回。パットイズマネーだからね。ああ、もう。師匠の前であんまり変なパス見せらんない。師匠は冷たかったらそっちで外せと思って。こうやって手合わせてました。絶対外せって言ってました。あ、まあ、楽しく終わることができました。皆さんお疲れ様でした。ありがとうございました。よかった。